まずはじめに今日夜おみこしを担ぐにあたりまして、おみこし会の各みこしの責任者が、おります、オレンジ色の、ところが、各みこしの責任者になります。一番のおみこしの責任者が橋本さんの師匠さんです。で、2番の責任者が、夏美さんと、はい、3番の責任者が、3番の責任者が横木田さんと橋本さんです。4番の責任者が矢田君と竹越さんです。みこしの、進行、スケジュールの説明等はみこしの責任者が行いますので、その指示に従って、また上げ下げの方を指示に従ってやってください。で、みこしの上げ下げにつきましては責任者が笛で回答しますので、その笛の合図に合わせて必ずやってください。まず上げるときに、長くピートを置いた時に上げです、はい、で下ろす時ですね、お願いします。はい、ということで、ピッピッピという合図でが下げの合図になります、いずれもですね、ゆっくり落ち着いてやってください、左右息を合わせて少し肩を傾けないようにそっと下ろしてください。上げ下げをしてください。それから、今日大変多くの、申し込みいただいて、大変多くの方が集まっております。うちのおみこしは、一社中央に、山花が一方につくわけですけども、今日一社につき、多いところですと30人くらいの半減制になっております。ですから、交代交代で、担いでいただくようになると思いますが、その辺も責任者に、思いますので、随時入れ替わって肩入れ替えていただければと思います。で、その単位ですね。その担いでない方、は、今日1番2番3番4つの組み分けて各おみこし担当決まってますので、そのおみこしについて一緒に移動をしてください。場内、各地にビッグタッチというこの先の四つ角の周辺で担ぐんですが、みこしから離れないようにして離れたりしないでください。離れているところに随時に変わって担ぐようにしてください。それからみこしの、道路を車通しながらやりますので、交通協会の方の警備の誘導には必ず従うようにしてください。おみこし中は重機になっておりますので、終わるまでは、やらないでください。になりましたので、終わりにしていただきたいと思います。